こんばんは。二人ぼっちのジョーです。アンです。ドッキリ神回避3、実況を始めていきたいと思います。続きですね、前回のスタート。そうそうそう、虫対決やったとこまで。ただ17からか。16だね。あ、16か。うん、そう、そっちなんだよ。やっていいよ。いいっすか。ゾンビ、ゾンビ回避2、いきます。お、お、手がある。何これ。今回はなんか、なんかさ、マラカスもあるよ、ね、手は何。ひとまず絶対捕まっちゃダメでしょ。ひとまず、あ、落とせそうだね、沼に。はいはい、マラカス回収しに行くか。いや、いいんじゃない、落としちゃえば。そいつも、え、あ、周りひとマスダメなんだ。マジか。なるほど。オッケーオッケー。じゃあ左ルート行ってみる。左ルート、マラカスルートだね。ゲット。なになに、これどうすんのこれ。え、マラカス持たせれる。お、そっちでよかった。そうじゃん、そっちでよかった。え、でも落とせさえすればいいんでしょ。え、これやばない、やばない、これダメだね。え、これさ、ここもダメ、ここもダメ。そこはどうだろう。でも下行くしかないもんね。あ、ダメだダメだ、ここまでやって積んだ。マラカスを右の手だね。右の手だった。うわー、かわいいな、マラカス振ってんのね。うん、いいじゃん、いけそう。え、で、こっち行って、はい、おー、よーし、ちょっとだいぶ時間かかったけど、オッケー、よし、クリア、成功。よかった、面白かったね。じゃあ次、私このステージ、次が、縛られてる。的回避、これ絶対さ、一回見たいよね、でも。当たるパターン見たい。もうだってこれスタートしたら絶対当たるでしょ。しかもこれなんか、誰かに撃たれるんじゃなくて自動なんだ。スタート。うわ、ポーン、ポーン。え、あ、荷重がってこと。的を回収？あ、トマト？ダリングだ。え、これさ、この人が元になっちゃったよ。この人しかいなくなっちゃったよ。矢を回収しちゃうとか。矢はね、取れないのよ。取れんの、これ行ってみる、行ってみるか。いや、3本あるんよな。ちょっと下に打ってるよね。なるほどね。ちょっと面白かったね。ちょっと面白かったな。え、リング食わせる、こいつに。あ、お、え、あ、で、お腹が出て、持ちきれるんじゃない。もっと食え、もっと食え。お、いいよいいよいいよ。ポパイ的なさ、なんかこう力がみなぎってかと思ったんだけど。あ、いけた。やったー。逃げろ逃げろ逃げろ。あ、なんとかヒントを見ずに回避成功。おー、イエーイ。俺もなんかまさかの展開。そうそうそう。次、ボーリング。お、ストライク。ストライク回避。ガーター回避。いや、俺ボーリング苦手なんだよ。俺すぐ手痛くなっちゃうよ。結構さ、筋肉使うよね。あ、もうガタガタじゃん。ワン。あ、いい、陽キャがね、陽キャ。さっきもいたな、こいつ。めっちゃ寿司食ってたやつ。ね、こいつ絶対陽キャだよね。おい、たけし、ボーリング行こうぜ。これどうボーリングないんだ、球がそもそも。え、これさ。そこダメだよ、ガーターだよ。え、これどう、この持たせたらさ。多分ガーターよ、この子。だって3連、もう2連続ガーターだったもん、ね、俺もさ、下手くそなんだよって言ったけど、ここまでではない、さすがに。ああ、そういう感じね。オッケーオッケーオッケー。とりあえず、ここで多分ボーリング用の球をもう、え、こいつ投げたらどうなんだよ。めっちゃうまいやん。ストライク。え、これ全部こいつ投げ出せばいいんじゃないの。あ、で、ガーター回避ってこと。え、そう、そういうことなんじゃないの。え、それ違う。主人公はこっちだった説。あ、なんか青い玉出てきたよ。軽いんじゃない。青の方がいいんじゃない。赤、赤はだってさっきまで使ってたから青で投げさせてみようよ。そういうことだったの、うん、あ、待って、え、どうする。ちょっと青も見たくない。青も見たくない。青も見たくない。ちょっと青投げさせよう。で、その後さ、この気になるよ ね。ああ、重たいんだ。そっか、重たい系か。なるほど。じゃあ、あっちだね。あっちだから。え、これ何？弾じゃないよね。
一個あれじゃん、あのもののけ姫に出てきて、こうやってクーッていたね。歩いてってくれるのかな。大丈夫大丈夫、復帰した。あ、ストライク。ピンポーン。ね、この子さ、チートだわ。ね、お、OK。この画面終わりました。カード、カード図鑑があるんだ。上。ちなみに何？え？え？ナンバー6、金。何これ？え、何、なんか、なんかあんの？なんか、カードとか。なんかあれかな、少ない手数でいけたらとかなんかな。6が何もないね。ね。めっちゃいい回避方法はきっとあるんだね。じゃあ複数個正解はあるはあるのかな。なるほどね。日焼け回避。肌白いもんな。ね。でも多分この子焼けるっていうより赤くなって終わるパターンな気がするよ。またおっちゃんいいんじゃん。スリッパだ。また。スリッパだね。あ、そうだ。傘。とりあえず傘さしたいけどちっちゃいよな。ちっちゃ。焼けちゃった。ダメだこれじゃ。え？なに？あ？こっちでいいじゃん。透明だ。でも透けてる透けてる、貫通してる。あ、色つけるとか、そのソーダで。ソーダで色をつける。余計に干上がってます。え、わかった俺。かき氷のシロップ。なるほど。やばい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 。時間か。だからなん、いけるわ。見えた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 。これ嘘だね、こっちの、うん、傘はいらない。ダミーだね。これよ、とりあえずこれを刺して、うん、火焼ける。シロップシロップ塗りましょう。これもだからさ、何手かかったかでさ、変わってくるんだと思う。これいけたよね、多分。うん。どう？おお。完璧。おっちゃん何もなかったな。ね。オッケー、回避成功。次。美容、あ、着る側なの君。髪回避の字がさ。本当だ、髪の毛。あはは。もう無理じゃん。あ、分かった俺。なんかね、とりあえず回収できるのは回収しとこ。確かに読んでもらって。あ、いいじゃん、それならいけそうじゃない。あ、わかった。来て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 。お、いいじゃん、一発クリア。やった。すげえ。え、これさ、多分金だね。あ、レビューか。後で。面白いけどちょっと今はごめんなさい、後でやってきます。すげえ、一発クリア。多分そのさっきのアルバムのところでいいのあるやろ、ね、いいやつなんだろう。鬼回避、節分、節分だ。雨まこ、あ、来てるわ鬼。一個かよ。これも豆でしょ。わ、分かった、豆探すんだ。豆探す系か。こういうさ、お、いいじゃん。あ、そういう豆もあり。こういうさ、脱出ゲームあるよね。あ、なんか捨ててる。なんかそこ、何ある？水？雨漏りしてるっぽい。右上。これ？あ、なんかここさ、お。何その不思議な、不思議なやつ。そら豆？塞がる？え？やっちゃった。いらんかった。ここ開きそうじゃね、なんか開く？なんかその畳のとこなんかさ、変な線があるよ。確かに。納豆いらんかったんか。違う違う違う。でもそれでもさ、ちょっと投げるんじゃない。戦ってみる、とりあえずこれで、あ、ここに入れなきゃダメだったかもしれない。あ、あ、そこにだから集めていけばいいんだ。そ、あ、そっかそっか、じゃ全部取るんだね。そういうことね。オッケーオッケーオッケー。よしよし、豆を回収して集めていきましょう。これ全部嘘で納豆投げるんじゃない。うちこの数じゃ戦えんの。ダメでしょ多分。納豆にしてみたら。じゃあ納豆にしてみる。
あ、勝負だ。自分。まあそうなるわな。え、あと2個。あと2個。あ、時間動いてる。パパやったー。あと1個。あと1個。え、机の下とか。あ、確かに。あった。俺今日冴えてる。冴えてる俺。おお。来た、金になった。金になった。いけ。鬼殺し持ってんじゃん。絶対10個以上投げてんな。ね。やったー。こいつ家の畳でもスリッパだったわ。すげえ。帰国子女か。ジョー冴えてんな今日。今日冴えてる。はい。次、何これ。トゲ回避、栗ね。あ、いいね、なんか四季が楽しめるね。ね。え、芋。え、誰が住んでんの？確かに。あ、焼けるじゃん、焼き芋。あ、あいつじゃね？誰？あいつじゃね、いつもの。おばあちゃんは？あ、一個あげる？うん、好きそうだったよ。そっち。手あるんだ。ホクホクしてんじゃん。美味しいよね、焼き芋。あ、え、回避した。で、栗回収？え？一発クリア。一発？おばあちゃん投げるの。一発だ。マジか、すげえな。すげえぞ今日。すげえ。すげえ連続。神回避。すげえ。ちょっと私も頑張りたい。まあまあ理解しちゃった。あ、間違えちゃった。難しそう。ミラー回避。じゃあ多分ね、ま、回ってくるステージがね、良くない、きっと。何をどうしたらいいの？何なの何をどうしたらいいの？どういうあれかが分からない。どう回避するのかが。この何をしたいかよね。え？あ、そういうことか。一つ鏡じゃないやつがあるんだ。これおかしくない？完全に覚えゲー始まってんじゃん。覚えゲーだな。あ、そうか、全然違うわ。あ、本当だ。向きが。なるほどね。で、ピーマンがこの位置でしょ。もうさ、なったら何が目的かが分かんないよね。あ、で、残るやつとか残らんよな。あ、で、嫌いになるかどうか。これだ、うん、なるほどね。これを持たせてみて、え、みんな一緒だったよ。あ、でも耳の向き違うくない？あ、あ、やったうわ、むずっ。でも真ん中少年じゃん。止まってるしね。え、だよね。弟いたな、そういえば。後ろにいる。怖っ。ちょこちょこさ、ホラー要素あるよね。浦島太郎か、これは。いじめっ子回避。神を助けよう。かな。あ、でかいカメ。あ、いいじゃん、いいじゃん。ワカメが釣れたよ。あ、ちょっとわかったかも。あ、釣れない？もう一回釣りしようよ。そういうこと？うん。おお、もう一回する？だんだん大きくなって、あのさ、あ、そういうこと。ああ、フグだ。なんだっけ、こういうの。わらしべ長者。わらしべ長者。そうそうそう、みたいな。回収できん。回収できんってか、なんか。あ、こういうことか。サメとかになんじゃない。おお、タイ
めっちゃ焦ってるけど、タイだよ、ただすげーよ。え、もうできないの？山田行く？行けそうじゃない？行くか。お、いいじゃん、ま、ダメだったわ。ゾワンボーまで行ったらダメなんか。わかんない、進んでみる。あ、いいじゃん。あ、行けた。あ、うん、あ、え、え、怖っ。誰？怖っ。思わず呆然としてるよ。え、これホラーゲーム？ちょこちょこさ、怖いよ ね、 ね、この画面もクリア。クリア。おー、結構来たな。頑張ろう。草かい草生やさないで。とりあえず状況は、みんな死んでんな。あ、これでいいじゃん。お水あげたいよね。なんかもさもさしてんな。お、あ、おにぎりと水。あ、いい。え、もしかしたら初めての一発クリアあるかも。一発クリアあるかもしれない。ワンちゃん元気になった。君も食べな。ね、コーヒー？あ、抜かなくていい。これは成功なの？あ、失敗だよね、失敗だよね。芝刈り機で こっち使う最初に。その奥の木のところじゃなくて、もう抜かなきゃいけない草のところを先に行っちゃう。芝で刈ってみる。簡単すぎるかなと思ったんだけど。何もないもんね。ないね。あ、いいじゃん。え、なんか意味深い。あれだね、あのサークル、なんだっけ、UFO サークルみたいな。サークルみたいな。ダメだ、はい、ワンちゃんいたらさ、助けてくれるんじゃない UFO 来ても。あ、そういうこと。犬って回収できるの？犬は回収できないの。多分主人の助けに来てく、あ、ピンチを、うん、くれるはずで。おにぎりはミスリードと見た。お前も悪いよ、これ描いちゃうのが。来ちゃうから。ワンちゃん、ダメだ。それきついわ。あ、書いた。え？あ、牛が食ってくれるとか。うわ、最高。めっちゃおる。3頭。じゃあこれクリアじゃね。クリアだ。おにぎりもワンちゃんにおにぎりっていいのかな、わかんないけど。すげえ、やったー。回成功。よしよしよし。 やっぱ私時間かかっちゃう。次、あ、立ってろって言って。怒られたんだ。5年生なんだね。あ、ほんとだね。小学5年生なんだ。またゾンビあったね。ね、限界回避。うわ、もうプルプルじゃん。あ、先生、やばい。あ、リコンって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 。あ、もうプルプルだもんね。これどうする。あ、まださ、左に行けるよ。なんか、鍵どっかでさ、ゲットしたいね。開かないの、そこの扉。あ、空じゃん。え、これさ、差し替えたらどうよ。どう先生。おお。あ、疲れちゃったんだ。失敗。むず。先生が来る。はい。鍵持ってる先生。マジ？マジ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 。じゃあさ。取れるよ、取れる、取っちゃった。お、よし、プリズンブレイク的な。ザルかよ。あ、え、あ、ボケて流す。おお。で、から、両方から。はい。持ってますバケツ。あ、やったー。この瞬間バレるけどね。絶対バレるけど、素晴らしい。いや、ちょっとこれ
難しかった。うん。あ、ゾンビじゃん。ゾンビ、なんか色違うね、色違い。紫ゾンビがいる。行きましょう。でもゾンビ系はさ、落とせばね。そうそうそう。あ、マラカスある、ね、マラカス欲しい。え、なんかさ、右下なんかさ、シャベルねえ。ちょっと誰か落ちて、オッケー。なんか早くね、マラカス飛んで。で、これさ、マラカス1個今取らん、これ回って取らんとこれ無理じゃね。穴がさ、あと1個しかないんだよね。え、めっちゃ進んでくるやん。え、落ちた。何に落ちた。普通の穴に落ちた。あ、そっかそっか。埋めるんじゃない、シャベル。これ多分右下シャベルじゃん。え、マラカサじゃ行かなくていいの。行かない、行けんけど、めっちゃ動くの早い。めっちゃ早いんよ。もうもう使わんと、ま、近いよね。こっちだよね。うん。いや俺下はさ、それなんかシャベルだと思うんよ。触れん？取れん？取れんね。多分ね、持ってるとこしか取れないから。あ、穴掘れるんだこれで。どこ掘ればいいんだろうでも。ダメだもんな。え、これさ、シャベルもゲットして。すぐ使う。おおい、いけた。あ、よかったじゃん。で、そう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 、できてたね。ね。うん。はい。うわ、これ何？え、面白そう。叫び回避。ナイトミュージアム。うん。え、もう始まった。え？あ、これさ、ニコってなってる。どっちから見ても。これ怒ってるけどさ、これニコってなってるじゃん。うん。進んでいかなきゃいけない。ニコってして進めていくのかな。怖くないよって、うん、笑ってるよ。あー、あー、なるほど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 。スリッパ、スリッパなんだよでも。ジュースを流す。え？向き変えれるよね。良さそう、良さそう。ネズミが出てくることないからびっくりしないんじゃない、この時に。あ、そういうこと。何が起こってるか全然わからなかったけど、さくらんぼはちょっとよくわかんないけど、ね、多分あの時にネズミが出てきちゃうんだよね。真実の口。え、これ何なんかあんの。え、これなんもないよね。戻れる。え、これなんかさ、戻る系か。あっ、こっちに来たんだ。あ、そっか、それで使うんだ。これさ、このさ、ストロベリーってさ、あ、そうだよ。さ、人ならざらぬものも好きだったよね。ああ、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 ほってなった。え、上作作一発クリア。あと入れるの。ああ、よかった。ちょっとどやってしててね。え、これ最後またさ、なんかないホラー展開なーい。最後早いな。すごい。あ、次面白そう。お使い費？お使いってこと？お、初めてのお使い。お使いしないってこと？あ、玉ねぎあるよ、うん、カートに入れるんじゃない。1000円持ってるね。あ、これカートにさ、玉ねぎ、はい、あ、いった。トマト？あるある。え、これさ、普通にさ、欲しいの入れていくだけじゃない？ねえ。肉？今夜はカレーか？ないじゃん、この肉。え、ないよ。ツンツンしちゃダメだよ。え、でも俺さ、昔鮮魚コーナーの魚触ってさ、うん、親にバカ怒られたんだけど。ダメだよ。いや、この風船のとこ気になったけどね。なんもないか。え、
何の音？なんか変な、なんか風船触れてる今。あ、なんか卵？なにこれ、なんか鋭利なものない？これだよ、爪打ちちょうだい。試食していく？できないんだよね。あ、取れた。食べないけんのか、これを。あ、なるほどね。ちょっと離れて食べるっていうね。ね。パン。100円か。100円もらってもな、お肉がねえんだよ、肉が。お、あ、あった。ほら、肩の後ろ。ほんとだ、ミンチミンチ。ハンバーグだね、ハンバーグか。今夜は。あ、ハンバーグだ、ハンバーグだ。はい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 。あ、やばい。なんかジンガみたいな。知らんし。知らんし、私じゃないし。あれでもさ、いけそうじゃないこれ。なんで？意味がわからん。風船で飛ばしちゃう？卵。ちょっと待って、なんかさ、ここ旗立てれそうじゃない？ここ。立てれるね。セールにしちゃう？うん。そしたらみんなさ、人が来てさ。すごい！今日の俺冴えてるわ。冴えすぎでしょ。でもさ、勝手にセールつけるってさ、やばいね。凶悪だけどね。オッケー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 。おいおいおい。ダメだよ。あ、100円。が足りなくなるんじゃん。あ、でも俺もやった、こっそりこっそりポケモンパン入れてたわ。あ、ぴったりぴったり。はい、イエーイイエーイ、クリア。お使い費、回避したのかわかんないけど、ハンバーグ、ハンバーグだ。なんかお父さん気になるね。波平だったよね。最後、体が馬だったらかくれんぼ回避。3人見つけるんじゃない？見つけるだけやん。お前か。あとに餌やっちゃあげないんだぞ。うわぁ気の毒そうな。いやでも分かる、鳩って怖くない？なんか鳩怖くない？なんかさ、特にさ、駅近の、そう、妙に駅の周り、人慣れしてる鳩はね。そうそうそう、めっちゃ怖い。逃げてかないもんね、横通ってくもんね。すっごい速度で回ってるね。ダメか、食べちゃう。あ、で捨てるのかな。みんな帰ったらこう。え、悲しい悲しい。それ、あ、いる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 。バナナか、バナナの皮だ。いるいる、いたいた。バナナの皮だ、ここ。よっしゃ、あ、やったー、一人捕まえた。見つかっちゃった。手伝ってくれないんか。何もアイテムなくなっちゃったね。お、止めようぜ、これで、こいつで。もう私、肩車する世界しか見えないんだけど、そいつと。お、自分も行け、行け行け行け。おお、いいじゃん、いいじゃん。ええ?3人か。最後だったのね、そこ。オッケーオッケーオッケー。最後ね。あと1人。あと1人、どっかにおるんだ。うん。お、あ、いいじゃん、ベルベル。どうする？あそこよ。うん、帰れ帰れ。おっちゃんも帰るんじゃない？しかも弟かよ。いいね、それはね、わかるよ。で、弟もゲットして。え、これ弟もカウント？そうそう、で、みんな行って、行け、よし、これ行けたやろ。てかもう見つかってるしね。うん、オッケー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 。よーし、いいね。ちょっと難しかった。難しかった。じゃあ最後、あん、うん、最後さ、一枠。はい。一枠これなんだよ。ニューってことはさ、更新されてんのかな。あ、そういうこと？ドッキリ神回避。タイトル回収だよ。ね、え、これ寝起きドッキリってこと？あ、それを知っちゃってるパターンのやつかな。あの、ないないでやったやつ。うん、やるからねって言った。そう、告知する。あ、そういうこと？あ、エンドロールだ。エンドロールだ。
なるほどね。いろいろ思い出あったね。そういうことか。面白かった。面白かったね。レスラー強かったな。レスラー強かった。いっちゃん積んだよな。あ、こいつもダメなんだ。ちょっともうちょっと語りたかったね。もう一回行こう。うん。ちょっと音楽も聴きながら。最後の写真投稿綺麗ですね。うん、これ結構難しかったからカードね。難しかった。対応が分かったよね。こういう色を見てて。オッケーオッケーオッケー。いいな。今のせいちょっと分かったな。ああ、もう最後にしまったな。普通に、やばっ。普通に流しそうじゃん。普通にやばっ。流しそうだ。カードできるね。本当だ。G も判定あったんですよ。じゃあ最後、余計芸を締めて、参りましょう、ここ。余計芸か。よくあるね、判定が。でもね、よくあるね、うん、この少年には勝ってるけど、ハートに勝ったらダメっていう。そういうことか。そうそう、そういう飛行機のゲームあるじゃん。インベーダーゲーム。そうだ。結構悩んだね。ね、カウントなんだ。エンドー。でもこのエンドを切り抜いちゃいけないんでしょ。うん、多分。隅っこいよ。わあ、面白かった。面白かった。面白かった。手に登っていくの？朝顔咲いてる。ああ、いいねこの絵。Thank you for playing。スコア626。面白かった。面白かった。ドッキリ神回避。楽しかったね。ねえ、いいゲームだった。うん。そして広告でおっちゃん毎回やられとったな。毎回このおっちゃんかわいそうな目にあってたね。ねえ。おお。わあ、すごーい。いいね、なんか締めの絵がいい。絵がいいね。まあちょっとカードの方はね、いろいろ。まではちょっと皆さん回収してもらって。うん。面白かった。面白かった。またいろんなスマホゲームやりたいね。まあこれがさ、3じゃん。そうそう、ワン、ツーもね。下がっていくスタイルもあるよ。あ、逆にね。3、2、1みたいな感じで。それもあり。うん。また気が向いたら、はい、やりましょう。やろうかなと思います。はい。今回はこの辺で。はい、ありがとうございました。はい、また次回お会いいたしましょう。バイバーイ。バイバーイ。Thank you.